CBDC 中央銀行デジタル通貨って聞くと、まあニュースで見たことあるけどねとか、あまあ YouTube でよく話してるよねって、なんかなんとなく聞いたことあるけど、まあ、でもまだまだ先の話でしょって思って、別に自分事として考えてない人って結構多いかなと思うんですけど、違うんですよ。もうすぐにそういう時代が来るんですよ。向こう数年とかで来るんですよ。っていうのが今見てもらうと分かるんですけど、全世界で114カ国がこの CBDC に向かって開発を進めてるんですよ。で、特にアメリカで言うと2023年の7月に、あと3ヶ月後に FedNow っていうシステムをリリースするんですけど、これがCBDC の始まりになるっていうことを言われてるんですよね。で、同時に GU のファイナンシャルフリーダムの終わりだっていう人もいるので、今日はねそんな話をしていこうと思います。どういうシナリオが考えられるかというと、例えばビットコイン買おうとかイーサリアム欲しいなと思ったら今普通に買えるじゃないですか。あ、ゴールド買おうとか、そんなことができなくなる時代がすぐ来るかもしれないっていう可能性すらあるっていうふうに言われてるんで、今日はね、なんでそういう風な世界になり得るんだろうみたいなところも踏まえて、考えていきたいなと思います。で、ちなみに今日のスポンサーが FXGT っていうプラットフォームなんですけど、これが為替とかコモディティ、ゴールドとか、あとは仮想通貨ビットコインとかイーサリアムとか、まあ、そういったところをもう全て一括して一つのアカウントでトレードできるプラットフォームになるんですね。で、これをちょっと紹介したいんですけど、まあ、今下に書いてるようにいろんな特徴があるんですけど、今日ねすごいお願いしてキャンペーン用意してもらってるんですよ。一つ目が口座を開設して KYC するだけ、入金しなくていいんですよ。 KYC するだけで1万5000円分もらえます。で、それを使ってトレードできるんです。だから入金しなくても1万5000円を使ってトレードしていろいろ運用できるんで、それから始めるっていうのも結構ねいいかなと思います。で、もうちょっとね突っ込みたいよって人は、例えば10万円を入れていただいたら10万円にマッチした金額をボーナスとしてもらえます。つまり10万円入金したら20万円になって、それを証拠金としてトレードすることができるんで、ぜひ使ってみてください。で、あとコインクラブ専用に作ってもらったのが、5万円入金して5万円分のトレードをした場合5000円分のキャッシュバックをもらえるっていうのも同時にやってるんで、まあ、今回ちょっとお願いをしてこういったキャンペーン作ってもらってるんで、ぜひこの機会を使ってぜひね登録をしてみてください。まずアメリカの話で、さっき言った FedNow、 これが結構面白いんですが、さっき言った通りあと3ヶ月でリリースされますと。じゃあ何これっていうと、ペイメントシステムなんです。で、インスタントペイメントシステムで、すぐにトランザクションができるっていう、まあ、そういうペイメントシステムですね。で、これが簡単に言うとキャッシュアップとかなんかペイパルみたいなもんなんですよね。ただバックが中央銀行になってるということで、そこが結構ユニークかなと思うんですけど、で、これが要は CBDC の始まりの土台になるんじゃないかというふうに言われてますと。で、今回のこの FedNow っていうのがどういう問題を解決しようとしてるかというと、まあ、今の銀行のシステムをもっともっとスピーディーにできるようにするということなんですけど、これ日本でもそうだと思うけども、アメリカに自分もねしばらく住んでるんで分かりますけど、やっぱ送金にめっちゃ時間かかるんですよ。例えば国外とかでも送金しても金額によっては数日とかかかったりするし、場合によっては数週間かかったりするわけですよね。しかも土日はやってないし、ブランチ行ってもさ5時以降はやってないしとか、まあ、すごい使いづらいじゃないですか。タイムリーにお金を動かさない、これって結構ストレスになったりすると思うんです。だったらじゃあもうこれをね、中央銀行がこの FedNow というシステムを使ってそれを入れ替えることによって銀行での送金がめちゃくちゃ早くなるようにしようぜっていうのが、まず一つ用途としてはあって、まあ問題を解決しようとしていることですね。で、もっと言うと政府にとってもめちゃくちゃ良くて、アメリカの政府って例えば2020年以降のパンデミックの時も、まあ、給付金っていうのを出したわけですよ。ね、1人当たり何万円何十万円みたいなやったじゃないですか。で、あれもめちゃくちゃ大変で、え、ボブさんはどの口座なんだっけとかさ、マリーさんはどこなんだっけ口座みたいな大変な管理があって、めちゃくちゃ時間かかったりとかしたわけですけど、まあ、今回のFedNowみたいなのがあると、あ、これボブさんのやつね、はいって、もうそのまま一瞬で中央銀行から予算取っていきなりそこで送金っていうのもできるんで、すっごい簡単になるわけですね。だからそれはすごくねいいことかなと思います。ただめちゃくちゃねネガティブなことも、言われているので、まあそこもねちゃんと触れていこうかなと。まあその前に、でもこれどういうふうにロールアウトされていくのか気になるじゃないですか。これが予想されてるんですけど、まずはこの FedNow っていうシステムが政府の機関内で使われますと。それフェーズ1で、フェーズ2は銀行っていうね機関を入れてやっていきましょうと。
で、そこでも大丈夫だよねってなったら、まあ、最終的に一般向けにこれが開かれるわけですけど、おそらく予想されてるのがソーシャルセキュリティ、まあ、年金とか、あとはタックスリターン、税金の中リターンは銀行じゃなくてフェッドナウからじゃないとダメだよみたいな話になって、まあ、そういうのを駆使してアメリカ政府は全国民にアカウントを開けさせるみたいなことを多分やるんじゃないかなということが予想されています。まあ、なのでこのシステムをまとめると、このフェッドナウというのは CBDC じゃないけど CBDC が、走る、まあ、高速道路みたいなもので、その上に今後 CBDC が発行されてフェッドナウを使ってお金の行き来がされるんじゃないかみたいなことが、まあ、言われているということですね。じゃあ何がネガティブなのかって気になるじゃないですか。まずその前に、ここまででいいなと思ったらいいねとチャンネル登録、ベル通知ぜひぜひぜひお願いします。もうね、いいね押してくれるだけでもう本当変わるんです。全てが変わるんです。このビデオの伸び方も変わるからぜひお願いします。あとこの次の動画でゴールドがめちゃくちゃ熱いっていう話があって、世界中の中央銀行が買いまくってるみたいな話があったりするので、その話はちょっと次の動画にしようと思うので、ぜひ興味がある人はねチャンネル登録しておいてください。まずネガティブな点一つ目が、まずバンクランがもっともっと起きやすい状況になるんじゃないかみたいな議論が引っ越されてるのはありますね。で、要はバンクランって取り付け騒ぎのことで、まあ、銀行って1万円預けたら1万円をそこに常に保管してるわけじゃなくて、9000円分とかを持ってどっかで運用してるわけですね。そこに現金は持ってないわけなんで、預金者が急に集まって引き出そうと思ったら、でそこに現金がなくてもう銀行が潰れるってことがよくあって、まあ、それがアメリカで最近続いてるわけですけど、今ですら API とか、まあ、スマホで簡単に送金できるじゃないですか。でソーシャルメディアでみんなの情報をね、みんなもパニックになりやすいしっていうのもあって、そもそもやばいのに、このインスタントに本当に送金ができちゃうとなおさらやばいよねっていう話はよく言われてますよね。逆に言うと、今の銀行のこのトランザクション2日かかりますみたいなのは、逆に言うと時間稼げるのよね。やっべ、時間なんかこんな引き出し来ちゃったけどどうしようと、銀行ちょっとそう、現金どこからへんみたいな、ないかどうしよう、ちょっと借りてきてみたいなね。2日間で頑張ってなんか借りてきてさ、それでなんか何とかする時間があったけど、そういう時間がなくなるっていうのは結構大きいから。で2つ目が、その全てが場合によってはフェッドナウっていうシステムに変わってしまった場合、そこがダウンしちゃったらもう全てがダウンするんで、そのシステムのセキュリティの弱さみたいなところは、中央集権になるがなるほど怖いよねっていうのはあります。で3つ目が一番重要で、これがファイナンシャルフリーダムのもう剥奪で、どういうことかっていうと、今回フェッドナウっていう高速道路ができました。でそこを通る CBDC っていうのがありますと。でこれはみんなが口座の中で持ってたりはするんだけど、コントロールは政府様が持ってるわけですね。で例えば勝手に疑われて、お前なんかちょっと怪しいことやってるっぽいから凍結するわって言ったら、この高速道路使ってさ、やり取りしてなきゃ急にバッって募集されたり止まったりするわけよ。でええってなるわけじゃん。でそういう力を政府が一方的に持っちゃうっていうのは結構怖いと。で今でもそうじゃんって言われるかもしれないよ。で銀行が急に凍結することもあるじゃない。でそれはまあ政府が銀行に圧力をかけて依頼をして止めるってことはあるかもしれない。ただ銀行が積極的に止めるってことはあまりないんですよ今までは。ただ政府がねそれをコントロールしちゃうっていうのは結構怖いですよね。例えばカナダでデモがありましたよね去年。でトラックを使ったデモで何が起きたかというと、そのデモに参加した人の口座が凍結されるみたいなことを今でも起きるわけですよ。要は政府が銀行に命令を下して、そこからもう凍結ってことが起きたわけだけど、それがもうダイレクトになっちゃうということは一つ怖いよね。でもう一個が中国デジタル人民元やってますよね。で彼らはデジタル人民元に期限を設けたりとかもできるわけです。例えばこのお金は明後日までに使ってください。こうやって急に時限爆弾みたいな、なんかタイマーがセットされて、じゃないとなくなりますとか言われるわけよ。って、いや貯金しようと思ったんですけどダメなのみたいな。で政府はいやもう貯金とかいいから、もうな経済回さなきゃいけないからさ、ちょっと早く使っておかねってなって、で分かったどうしようかな、じゃあ、車買おうかなって言って車使おうと思ったらさ、車はダメ、車はもう十分回ってるから、あとなんか車持ってるでしょ2つも、環境にも良くないから車以外のものに使ってみたいな。マジっすかと。じゃあどうしようかな、じゃあ旅行行こうかな、ダメダメダメ、アメリカとか旅行行かないで、内需に使ってほしいから、中で使ってみたいな、まあそういったこともできるわけです。なんで非常にこう政府がコントロールをできるような世界になってくる。
ただ今の作り話だけどね、ただそういったことが仮にもできるような状況になってくると、あの怖いですよねっていうことです。なんでそういった意味で自由が剥奪をされていくんじゃないかみたいなことが言われている。なんでここまででまとめると、アメリカではフェッドナウのシステムがまず構築をされて、それが銀行とかいろんなところにインテグレーションされて土台ができたら、その上を CBDC 発行されて行き来されるというような形になって、世の中に浸透していくんじゃないかということが予想されているわけです。でこれがね、向こう数年とかで来る可能性もあるし、でこういった動きを見て何がうまくいってるのかいかないのかなっていうのを、多分日本の政府を見てるんだよね。で、あの日本の政府も、あ、俺うまくいってるからうちらもフェッドダウンみたいなやつ作ろうぜっつってやってるかもしれないし、なんでね、アメリカとかそういう先を行ってる国の動きを見ていくっていうのはすごく重要かなと思います。でこっから話をちょっと広げて、じゃあさ、ビットコインとか金とかイーサリアムってどういう位置づけになるんだろうって思うじゃないですか。でこれがね、結構いろんな意見があって、でかなりさっきも言ったようにネガティブな話を言うと、自由に変えるような時代はなくなるんじゃないかっていうことも言ってるんですよ。でちょっとこのゴールドがめっちゃ面白いんで話をすると、今世界中の中央銀行がゴールドをめちゃくちゃ買い漁ってるんですよ。でこれニュースにあんまりなってないんだけど、世界中の中央銀行またはいろんなファンドとかが金融をもうできるだけ買ってんの。でなんでなんだろうって思うじゃないですか。でいろんな理由はあるんですよ。経済的な話もあれば、リスクヘッジの話もあれば、リアルなアセットを持ちたいなっていろんな理由はあると思うんですけど、で一つの理由はもしかしたら CBDC かもしれないみたいなこともあって、でただっていうのは、だいたいどの国も CBDC になるわけじゃないですか。で中央銀行とかもいろんなアセット持ってますよね。なんか通貨も持ってるし、いろんなアセット持ってるけど、例えばさ、中国の人民元とかデジタルで持ってて、でなんかすげえアセットだと思ってわーと思ってたけど、急に凍結されたら、えみたいななんか俺なくなっちゃったよみたいな感じになれる可能性があるじゃないですか。でキャッシュだったら大丈夫だけど、デジタルだったらそういうこともあり得るでしょ。でドルにもそういったこともあるし、まあ、各国の通貨がそうなるってなると、みんな多分、えだったらさ、それちょっとリスキーだから、アセットもらいたいよ、なんか持ちたいよねって思う人も多いと思うんですよ。多分ね、一つはそういう理由もあって、あの中央銀行がたくさんアセット買い漁ってるっていうのもあると思うんですよね。まあ、ゴールドはね、歴史的に見てやっぱり安全資産っていう風に見られているんで、あのそういった意味での価値っていうのはどんどん上がってくるんじゃないかなと思います。あとはビットコインも同じように安全資産として見られてきているので、たくさんねお金がねそこに流れてくるんじゃないかなという気はする。やっぱり分散化されているアセットってなかなかないんで、ビットコインとゴールドっていうのは、まあ場合によってはシルバーっていうのね、あのかなり需要はどん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 高まってくるんじゃないかなという気がしますよね。でこのゴールドを買ったりとか、ビットコイン買ったり、イーサリアム買ったりって今平気でどこでもみんなやってるじゃないですか。でもそんな時代がもしかしたら来なくなるかもっていうのが次の話で、なんでかっていうと、例えばアメリカとかで言うと、フェットナウっていうシステムが、じゃあ銀行の全部のトランザクションを入れ替えることになるじゃないですか。例えばね、なった場合、銀行のオンランプとオフランプが政府がコントロールしちゃうわけですよ。どういうことかっていうと、オンランプオフランプの意味っていうのは、銀行にお金を入れるためのパイプライン、まあ、銀行からお金を下ろすためのパイプラインの話で、これ高速道路から来てるんだと思うんですけど、高速道路が銀行だとすると、高速道路に合流する道と、まあ、出てく道ってあるじゃないですか。でそれをオンランプとオフランプって言うんですよね。で銀行の世界をバーってお金が流れてて、そこにお金を入れるぞ、入金するぞっていうのはオンランプで、そこから引き出して、じゃあビットコイン買うぜって言ったらオフランプなんだけど、でそこが政府が握っちゃうと、じゃあ何が起きるかっていうと、銀行で100億円持ってて、あビットコイン買おうと思って100億円分ビットコイン買おうと思ったら、オフランプで止められちゃうみたいなことがあり得ると思うんだよね。で、いやいやそんなことないでしょって言う人もいるかもしれないけど、今起きてるのよ、それがもうすでに。っていうのがチョークポイント 2.0 っていうアクティビティがアメリカではもうあって、でアメリカで言うとクリプトフレンドリーな銀行が潰されてるんですよね。それがシルバーゲート銀行、そしてシグネチャーバンクが代表的なこの2つの銀行だったんだけども、別にお金もあるにもかかわらず、特にシグネチャー銀行はあの理不尽な理由で、まあ、潰されたということでマネジメントが言っているんですよ。でこれは確実にクリプトを絡んでいる事業だから、まあそういった仕打ちを受けたみたいなことを言ってるんですよね。でアメリカはこの綺麗に銀行のシステムからクリプトの世界にお金が流れないように、チョークポイントチョークしてるんですよ。
首を絞めてるんですよ。これがチョークポイント2。今でも起きてるんだから、政府ががっつりコントロールを持ってしまうと、要はお金がどこに流れるかコントロールを持ってしまうと、政府が認可したとこじゃないとお金がいかなくなるよね。だったらクリプトとかはどうなるんだろうっていう話になっちゃうわけですよ。でクリプトだって特に流動性が命なわけで、お金のどれだけ入ってくるかっていうのが命で、もうすでにアメリカからの流動性がないっていうのもあって、ビットコインの流動性がめちゃくちゃ下がって、もう価格のボラタイルがめちゃくちゃあるんですよね。でスリッページも大きくて、でトレーダーがめちゃくちゃ損するみたいな世界にも今なってきてるんですよ。なぜならチョークポイントが起きているか。でさらにチョークポイント 3.0 が FedNow でさらにやりやすくなっちゃうわけなので、クリプトとかもしかしたら買うのは向こう数年までなのかななんていうことを言ってる人もいるっていうのが現状で、全然あり得るシナリオかなと思います。ということで今日はねこの辺で終わりたいなと思います。まあ、まとめると CBDC、 アメリカで言うと FedNow っていうシステムができて、それが向こう数年かけて徐々にインテグレーションをされ、 CBDC がそこを走り回る、そういう世界になるのではないかと。でそうなるともしかしたらなかなか好きなアセットを好きに買うみたいな時代はもしかしたら来ないかもしれない。なので今本当に向こう数年が今後の資産を蓄えていく意味では重要な時期になると思うんで、ぜひね FXGT なり、まあ、他の下のリンクも含めて見てもらって、戦略的にね資産をね作り上げていけたらいいんじゃないかなと思いますね。今日はねこの辺で終わりますが、ぜひねいいねと思ったらいいねとチャンネル登録、ベル通知お願いします。あと次はねゴールドの話とかもちゃんとね深掘ってやっていこうかなと思ったので、そういうのも気になる人はねチャンネル登録して見ておいてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではでは、バイ。